皆様こんにちは、今日は文春が報じた維新のパワハラ疑惑と維新の説明責任ということでお話ししようと思います。今日はですね、5月31日の、文春オンラインの記事になります。なんかね、最近文春がね、本当に多彩なね、記事を報じているということで、まあかなりね、毎日のようにね、記事が出ているということで、今日の、記事のタイトルは、日本維新の会、松井一郎氏に SNS で公開パワハラ告発の裏事情、維新議員が明かしたパワハラ問題は二の次、維新スピリッツが感じられないわけという、長めのタイトルになってるんですね。で、その記事を読むと、日本維新の会所属の、森克子明石市議が、4月29日に、松井一郎代表のツイッターに、維新の国会議員からパワハラを受け困っておりますというね、書いた、これが、公開告発、公開なんでね。で、どういう内容かというと、森克子氏のがどんなふうにね、文春に話したかということなんですね。記事によると、関係がある部分のみかいつまんで引用すると、3月24日のこと、兵庫10区支部長の堀武里、ちょっとこれ読めないけど、衆議院議員からの電話があったんです。要件は、7月の参院選で立候補予定の、岸口実兵庫県議会議員の選挙応援への要請でした。で、その時にこれができないなら維新の議員としていらんということになると言われたんですっていう、これが、森市議の、告発内容なんですよね。で、だから、立候補予定の人物への応援ができないなら、維新の議員としていらないという発言があったと、訴えてるんですね。で、その国会議員とね、市議会議員、明らかに上下関係あると思うんですよね。国会議員がパワーを持ってるっていう。で、発言の、評価ですよね、捉え方ですよね。その維新の議員としてイランが公認しない除名するという意味なら、恐怖はね、恐怖というかね、不安も感じるとは思うんですよね。この維新の議員としてイランということは、維新の議員であることを辞めさせるということは、公認拒否または除名という矢印でつながると思うんですよね。こういう解釈も可能であって、これを国会議員の権力を使ってやるぞという意味にも取れるんですよね。だって相手が国会議員だっていうのは分かってるからですよね。ところでですね、これは今の時点では疑惑の段階なんですよね。もちろんね、この市議という、その国会議員に比べると力が弱いだろう存在が実名でね、訴えているので、軽く見ることはできないけど、疑惑の段階にとどまっているのは、間違いないと思うんですね。ところで維新はですね、細田議長のセクハラ疑惑で不信任決議案提出も視野に入れるっていうね、発言したと報じられているんですね。これが5月27日の時事 .com ニュースの記事になります。タイトルは細田議長不信任も視野、維新馬場氏というね。で、記事が短いのでね、全部引用するんですけど、日本維新の会の馬場伸幸共同代表は27日の記者会見で、セクハラ疑惑を報じられた細田博之衆院議長に関し、記者会見などで説明責任を果たさない場合、議長不信任決議案の提出もあり得るとの考えを示した。馬場氏は記者会見を開いて、ないのならない、あったならあったという説明責任が議長にはあると指摘っていうね、会期末までに動きがなければ何かしらのアクションを起こす可能性が高まっていくと強調したっていうね、こういう記事なんですね。だからこれ、維新は疑惑をかけられたら、かけられた側が事実無根とコメントを出すだけでは不十分であり、資質を問われる行動であるという立場に立ってるんですよね。
ではこのね、この森氏のね告発の件に戻ると、堀議員のね対応はどうだろうっていうね、今文春ねちゃんとね、事実確認してるんですね。記事によると堀氏と岸口氏に、事実確認を行ったところ、両者から文書で回答が寄せられたということなんですね。でまあ堀議員はどのように、書かれてるかっていうと、まあ要は、ご指摘のような発言はしておりませんっていうね、ご指摘のような2種類の発言について、ご指摘のような発言はしておりませんっていうね、で、同議員ご指摘の発言があったとの認識は一切ございません、だからまあ事実無根であると言ってることになるんですよね。でその岸口氏も、ご指摘のような事実はありませんと回答、だからまあね、こんな回答だった、だからまあこれもね事実無根であるということになってるという、まあ、あの回答があったっていうことなんですね。その、文春によるとですね。でですね、まあ、このままだと、維新はね、おかしいなっていうことになるんですね。あの、あれ事実無根とコメントを出すだけでは不十分なんでしょっていう話ですよね。でそれだけで放っておいたら、もう資質に問題があるってことになる事態なんですよね。だって議長に、不信任決議案を出すっていうことは、その役職を辞めろって言ってるので一緒なんですよね。資質が問題だって言ってるのと一緒なんですね。ということは役職の辞職が必要になる、まあ、少なだから議員辞職とまでは言っていないかもしれないけど、少なくともね役職辞職は必要であるっていうのが、まあ維新のねロジックなんですよね。だからもしねこの堀議員がこのまま記者会見を開かなかったら、さっきのね、馬場幹事長の言い方、記者会見を開いてないのならない、あったならあったという説明責任があるのに、それを果たさなかったらもちろん役職辞任させますよねっていう話ですよね。その、岸口氏もなんかね、そのなんか言われてることについてね、記者会見開かなかったら、まあね役職についてたらそれね辞めさせないといけない、まあ候補ならね候補や取りやめみたいなね、そんな対応しなきゃいけないっていう、そうじゃないと一貫しないと思うんですね。まあダブルスタンダードになると思うんですよね。でまあこの、まあ、森市議ですかねのそのまあね疑惑にとどまるんですけど、文春にね、こんな風にね言ってるみたいなんですよね。記事によると、その後松井氏の指示により藤田幹事長がパワハラ問題の担当者に任命され、5月12日に社労士を交えた森氏へのヒアリングが行われる。その様子を森氏はこう振り返る。堀氏の電話の録音を聞かせると、パワハラに当たらないと社労士の先生はおっしゃいました。逆に私が音声データの公開に言及すると、あなたが党を脅迫していることになりますよとまで言われたんです。私は納得できずに、政治家の発言は市民にも知る権利があるはずです、それを公表することがなぜ脅迫になるんですかと問いました。そもそもパワハラに当たらないのであれば公表しても問題はないはずです。これに対する答えはなく、藤田幹事長は黙ったままでした。この時、この政党にはこれ以上の対応は望めないなと諦めました。というふうにね、まあ、言ってるんですね。まあ、これもね、森市議がまあこのように言っていると、文春が書いているという段階なんですけど、まあ、もしこれがね、真実であった場合には、この中の言葉はですね、政治家の発言は市民にも知る権利があるはずです。うん、もっともその通りやっちゅうね。で、そもそもパワハラに当たらないのであれば公表しても問題はないはずです。うん、確かにその通りだねっていうね。だってそのね、社労士の先生がパワハラに当たらないなら、まあ問題ないことですね。問題がないことを公表されても、全く問題がないっていうなるはずなんですよね。まあこの部分に関してはね、その、森市議の、言葉まさに正論だというふうに思いました。というわけで、ご視聴ありがとうございました。